旗揚げコント、赤揚げて白揚げてで人気ナンセンストリオ、岸野たけしさん死去。旗揚げコントで知られるナンセンストリオ岸野たけしさん、本名伊藤正弘さんが30日までに死去した。86歳だった。漫才協会が発表した。東京都出身、1964年3人組のコメディグループナンセンストリオを結成。赤あげて白あげての旗あげコントや親亀の背中に子亀を乗せての歌で人気となった。79年から原田健二さんとの漫才コンビナンセンスとなり、最近は漫談家として一人で舞台に出ていたというニュースです。ということで、岸野武さん旗揚げコントで人気ということで、このコント、旗揚げコントは誰もが親しんだコントではないでしょうか。赤揚げて白揚げてということで、日本語は語尾まで聞かないと意味がわからないというすごい特徴をつかんだ、面白いコントで、子供にも人気、子供にも大人にも誰でも楽しめるようなコントを、生み出したということは素晴らしいことだと思いますね。岸野武さんの、ご冥福をお祈りしますということで、本日のニュースためになった方、チャンネル登録、高評価をいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさよなら。